す。だいぶ素が見れたわ今。ああ出ちゃったわ。ちょっとオフモードに今切り返したから、今もう入ったわ。はい、ああめっちゃ入った。今日ライザー EDS だから。そうだね。今日車ほら。お。もう本気でスイッチ入っちゃったから。本気マシンじゃん。ライツマシン。そうライツマシン。あれトシちゃん。はい。ハッチが赤いわ。ハッチ赤いでしょ。これねハッチ万歳するのよ。聞いたことないねあんまね。そうなんかね船虫くんもね万歳してガラス割れたって全く同じことやっちゃって。でそれさみんなに注意喚起しようぜ。した方がいい。とりあえずまずキャッチを外すじゃん大会車両って。そうここのね。あハッチ外してここのダンパーも外すんですよ。だからのなんだよ簡単に動いちゃう状態になっててでキャッチで止めるんだけどで絶対これね突っ込む視聴者出てくると思うんだよ。ここで止まるわけだよね。普通は止まるんだよね。でもそのダンパーつけちゃいけないんだよね。そういけちゃライツはそういけないの。そうでしかもキャッチもダメなんでしょ確か。そうダメ。それさもうさ開くよーっていう状態をなんかロックしなきゃいけないと。おこれ頭打っちゃうやつじゃん。で結局何走ってて割れてこれねみんなね多分なんで上がるのって思っちゃうかもしれないけど要は進入パキーンとくるとあそこ来るとねお尻がそうそうわってなるんだよね。そうそう俺のイメージだと名阪で田中誠美さんの一さんがトランクバカバカ開けてそうあれそれがなっちゃうんだよねこれね。そうなっちゃう。そう純正ガラスがこの重たいのはなんと持ち上がると持ち上がってで別に屋根にドンってなってるわけじゃないんだよね多分ね。ああ垂直まで上がるんだよ。うんでそこからそれ以上行こうとして枠がしなるんだよね。そうで枠がしなったおかげでガラスが外れるんだよね。割れちゃうで割れながら外れるのかな。ああだからまあみんなも気をつけようって気をつけてください。でもあれだね身近で俺もトシちゃんもなってるから。そうだからもう9割ぐらい今なってるよ今。危ない競技系の人たちはありえる。ありえる。普通の人は外さないからさ。あそうかそうだよね。まあじゃあ今日はマスターズはいはい追っかけていきますんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。トシちゃん雨になっちゃったよ。じゃあブリーディング開始します。雨になっちゃったね。いいよ目力いやオンしないとほら素が出ちゃうから。あそうかそうかそうか、うん、プライベート感出さないんだ。そう俺ほら、はい、オーラ出ちゃってるでしょこれで、うん、すごいよ。いや今日が2名小橋と末永です。ぜひ皆さんもね今日はゲットザウィンできるように頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ゲットザウィンだね。うん、やっぱゲットザウィンだよね、はい、ありがとうございます。記者もさせて、お願いしていきます。あおお寒いね、車温めないとだね。そうだよ。あれやっちゃってよ。ああれあれやってトシアンシートアップ。ああトシアンシートアップ。終わってたわこれさ、ギア上がってんの。上がってる上がってる上がってる。ああ今細くすごいじゃん、うん4とか5とかになってるけど、あー5速になった。ああじゃあマシンガンシフトダウンやるわ。ああ急ぐになった急ぐか。マスターズクラスのね練習走行が始まりました。雨の中ではねこういう風に走るんだっていうね指標を見せてもらえるんじゃないかと。さあトシちゃんもなんか温めるのが中心でそんなねって言ってましたけど、さあマスターズはねクラス台数が少ないから、ね、ゆったり走れてるね。なんであんなに踏めるんだ。
すごいな。水野選手の1本目です。さあ来るか。あーやったわうわー2本のうちの1本目で失敗すると辛いな。いやーそう降りてくるところからなんかもうおかしかったな。いや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 、2本目期待しましょう。そして追い込まれた水野俊彦、1本目大失敗し2本目、これはもうもはや精神的な戦いだ。さあ来た。おおお、抑えた抑えた。はい返した。大事に大事に、まあ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 、あーなんか2個ぐらい外してるそうな感じがするけど、どうだった？え嘘、うん、いい距離保ってない俺。いやすごい、あのソーシャルディスタンスって教えてあげたいわ、うん、あー俺これぐらいがちょうどいいわえ近いマジ？近い近い。あ本当？あこれぐらいだ。もうカメラが嫌がっちゃってる。あマジか。そうだよ、ね、俺の圧にやられちゃってるよね。そうだね、やられちゃってるね。そうだよね。まああのターンソーですね。お疲れ様でした。はい。あの、まあ、俺もお疲れ様でした。ゾーン外したっぽいです。ゾーン多分ね。一本目は全然走れてなくて、二本目のゾーンがアウトでしょう。まあだからさ、あのマスターズ思ったけど予選落ちないから緊張感ないわ。全くないわ。そうだね、失敗してもなんか追走行くっていうのはそう、とりあえず6位は確定だなみたいな。あでも6位、そうだから 6台中6位だから。そうなの。走んなくても。ああそうかそうか、そういうこと。そうそうそう、1本目ミスった。ああ6位確定だつ。まあ何位かはまだ分かんないけど、うん、そんな感じで、まあとりあえず結果を待ちましょう。はい待ちましょう、はい。さあ、おっけー、すごい角度で来た。あクリップ外した。しかしでもすごい走りで来てくるか。おお、なんかあのウエットなのになんか煙が出てるんだけど、何なんだあれは。水蒸気。次米内選手かな。あ来た、米内選手来た。おー、そつなくこなしましたね。ところどころ多分本人的にはね、あーうーとかっていろいろ思ってるところあったと思うけど、まあまあでも今のこのメンバーの中では一番まとめてますね。おさあ下ってくる、いい角度、さあこれどうなんだ、米内選手とどっちが得点が上なのか分かんないぐらい同じような感じかな。はいはい、ということでね、大丈夫ですね。はいはい、そうですね、3秒だったんですが、3分遅れか10分遅れになるか、オンタイムかはまた改めて発表しましたら放送させていただきます。それでは皆様ご清聴のほどお疲れ様でした。
さあ、呼ばれます。マスターズ選手、おめでとうございます。で、第5位が、変態ジャンプ、水野選手。そして第4位、第4位が、さあ、哲平選手。どうしたが呼ばれました。その前。そうです。そしてクルス選手と水野選手勝った方が米井選手と渡辺選手、幸雄選手と佐藤選手勝った方が、今野翔太選手との対戦となります。よろしくお願いします。どうした、はい、何じゃあスタートは1位から発表していきます。いや点数一緒だったよ。1位は世間14番ビートガンでしょ。セカンド得点、セカンド得点の差がさ、2位、5位、6位の差なんだけど、俺ドリストしてないのよ。呼ばれた人前に出てください。セカンド得点の点数って、伊藤選手おめでとうございます。あれ佐藤さんドリストするのかな。もうだってこれで、ね、あとはランキング的に言うと優勝、とにかくツイストで優勝すればシリーズも優勝と。そうですいうことだよね。はい、逆転勝利。もうあれだね、なんか道が見えてきてるね。まあ僕のための大会なんて言いますか。姉さん、俺のための大会だって。おー、いいぞいいぞ、おー、いいすごいマムド。さあ、ここそんなことない、そんなことない、そんなことないですよね。だからこそ、今日なんとか、はい、1位を取って、さすがにもうそろそろ止めないと。とりあえずヨナイ、ヨナイ倒す。マジで、マジで。そっか、トキちゃんがヨナイを倒さないとチャンピオンないのよ。いやいや、別に直接倒せばいい。いいっすか。チャンネル登録よろしくお願いします。